さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使ってまずペン字で駅解説していきます。まあ、なんといっても馬編書くの難しいですよね。よくない例から解説していきます。まあ、この赤の部分を長くしてしまう、まあ、逆にこの一画目の縦線を短くしこの赤の部分を長くしようとすると下半身が大きくなり子供っぽい印象を与えてしまうんですね。これコツがありまして、この一画目の縦線よりこの、この羽根付きの丸い線ですね、こっちの方を短くすると覚えておいてほしいんですよね。だいたい3対2ぐらいの割合でしょうか。で、馬でね最もねかっこ悪くなる原因はこの水色の部分が横方向に広がってしまうことにあるんですよね。この2画目の横線であったり真ん中のこちらの縦線が右に広がってしまったり長くなると太ってしまうんですよね。まあ、ここにある余白ですね、ここにある余白を、色は緑にしようかな、ここにある余白を横狭くすると覚えておくとかなりスマートになるんですよね。で、最後に良くないのはこの左下にある点々点々をひげ、口ひげみたいにですね、まあ、長く書いてしまうとこれまたかっこ悪いんですよね。基本的には点々っていうのはこのように小さく書いて上の方に詰めるとかっこよくなります。さあ、それを踏まえて書いていきますね。まずね、辺と作りの関係の時に重要なのはやはり中心を意識することなんですよね。この点線が中心なんですが、ここにまずは寄せるようにして書きます。辺と作りの枝が広がってしまうと格好悪くなるので注意が必要です。さあ、これ見てください。結構長いですよね。2画目の横線短いです。そして3画目の縦線相当左ですよね。この段階で結構皆さんの認識とはえらい違うんじゃないかなと思うんですよね。当然この2本の横線も短いし、これもそこそこに短いです。これね、あんまり長くならないようにしたいところ、点々点々は小さく上に詰めていきます。で、辺と作りの間はある程度狭い方がいいです。まあ、辺と作りの間を狭くした方がいい理由はこの右払いを美しく右に方向に長く見せつけるためです。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。まあ、先ほどではね解説しきれなかった部分なんですが、辺の中の点々って左広く右の点に向かって徐々に狭くしていくとスマートにかっこよくなります。まあ、これはね覚えておいてほしいんですが、まあ、先ほど右払いを長く見せたいというお話したんですが、必要以上に辺と作りの間が広がってしまったり、そしてこの横線が長くなってしまうと同じ長さである右払いもこういうふうに短く見えてしまいますよね。ちょっと短くすぎちゃったかな、なんかかっこ悪いですよね。まあ、だからこの右払い以外の横線っていうのはこのように短くした方がかっこよくなるよということなんですよね。ちょっと書いていき、もうちょっと書くでしょうか。横線結構短いです。かなりスマートですよね。これもすべて右払いのために短くしてるんですよね。辺と作りの間もできるだけ狭い方が綺麗に見えやすいです。まあ、そうするとこの右払いって右方向に美しく長く見えるんですよね。さあ、続いて大筆で解説していきます。良くない右払いはここで徐々に太くなりきれずに、ここで急に押し付けてしまうと根元に力が加わってしまい、穂先がこのようにポコンと浮いてしまうんですね。浮いてしまうと払い先ってバサバサになってしまいます。確かに右払いのこの部分が最も太くしたい部分ではあるんですが、ここからここのタイミングの時に徐々に太くしていって、その結果ここが一番太いのであって、ここで特別に押さえつけるわけではないんですよね。そうすると右下に払い抜けるときに払い先まで美しく穂先がまとまってしまうんですよね。まあ、要するにここで押し付けてしまったことによって根元に力が加わり穂先が浮いてしまう。こうするとパサつきの原因になります。まあ、押さえつけずに書けるようになるとこれに払い先も美しくなってくれるんですよね。さあ、今までのおさらいしていきます。意外とこの縦線の一画目がね長いんですよね。で、これがね驚くほど短いと思います。そしてこの縦線ですね、驚くほど一画目の縦線に近いですよね。まあ、こうするとねかなりスマートになるんですよね。これ馬単体なくあくまでも馬編ですからものすごい狭くしたいんですよね。まあ、この部分を狭くしてくれたおかげでこの点画も左に広げると、まあ、これがね美しく見えるんですよね。で、この点画はここよりもここが狭くなって右に行けば行くほど狭くしていきます。辺と作りの間はできるだけ狭い方がいいでしょう。横線もあんまり長くしない方がいいです。まあ、なぜ辺と作りの間を短くして、そして横線を短くしたかというと、最終角である右払いを美しく右方向に長く見せつけたいからです。さあ、続いて行書です。行書は楷書に比べると曲線的になります。横線の斜め上がりがバラバラになるんですが、最初の方の横線は斜めに上げずに下の方にある横線の方を強く斜めに上げていくと、まあ、バランスが整いつつ、
まあ、こうやって行書のように、気持ちよく変化させることができます。点々はね、この2、3画目から4画目までをつなげるとね、結構楽になりやすいですね。上の方の横線は斜めに上げない、下の方の横線は強く斜めに上げていきます。でね、右払いの先っちょをちょっと丸くして上げた方が柔らかい印象になりますね。さあ、ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。まあ、今日はお遊びというよりも書道の技術をお伝えしますね。今日は祖密というお話をします。祖っていうのは広いっていう意味ですね。密っていうのは狭いという意味です。基本的にはね、美しい祖密の作り方っていうのがあって、最初の方を広くし、ちょっとずつ狭くしていくと女性らしい印象になっていくんですね。まあ、これが逆だと男性らしくなっていくんですよ。これの方法があって、まずは女性らしい感じにしていきますね。最初の方を広くしていくので、この辺に白い空間を与えていきます。で、画が進むにつれて、こういう風に狭くしていくと大人っぽく、ちょっと余裕のある女性らしい感じにはなるんですよね。これを逆にしていきましょう。最初の方を密に、下の方に行くにつれて広げるようにして書いていくと、まあね、より男性的になっていくんですよね。どっちがいいかは人の好みです。まあ、先ほどの法則をよりね、女性らしさを出していきますね。女性らしいっていうのは曲線的で、ゆっくり変えてゆったり変えていくと柔らかく女性的になっていきます。しなやかに書くのもコツですね。払い先とかをちょっと可愛く丸くしていくと女性らしくなるでしょう。まあ、逆にですね、筆圧を加え、かすれとかを加えつつも、まあ、全体的にちょっと太くしていきましょう。全体的にちょっと太くしていき、斜め上がり強くしたり、この曲がり角を角っぽくする、まあ、こっち丸いですよね、こっち角っぽくする、そして最終角を遠慮なくズドンとかっこよく右に伸ばすと、より男性的にかっこよくなります。まあ、この法則をしておくと、まあ、柔らかく描きたいとき、女性らしく描きたいときも描けるようになるし、こういうふうに力強く描きたい男らしいときも描けるようになりますよね。さあ、お遊びも以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。駅、まあ、美しい文字っていうのは一つではないんですよね。書道をね、いろいろ勉強していくと、正解は一つじゃないんだなっていうことが分かるようになってくるんですよね。でもこれって趣味として一つの書道だけじゃなくて、いろんな趣味をするとそれ分かるじゃないですか。まあ、初心者の時ってフォームはこうであったりとか、スポーツとかって習うじゃないですか。まあ、お花でもそうだと思うんですよ。型というものを学ぶと思うんですよね。でも最初やっぱり型がないといろんなことを勉強することができないんで、まあ、私の考えとしては基礎とか、まあ、型って重要だと思うんですよね。それがなければ最初の初心者はね、道に迷ってしまいます。ただもしその後、その趣味がですね、書道に限る話ではないですよ。もっとね、深いことを知っていくと、あ、いろんな表現方法へいろんな方法があるんだなっていうのが分かるようになってくるんですよね。だからね、私ね、趣味って案外重要だと思うんですよね。仕事であったり家庭の中では学べない、その精神的なメンタルの使い方っていうのが分かるようになるんですよね。中途半端に学んでる人っていうのは批判的になりがちじゃないですか。まあ、自分の意見以外をちょっと否定したりすることってあるじゃないですか。まあ、もちろんそれは正解でもあり、まあ、正論でもあり、間違いでもあるわけなんですよね。勉強を深く繰り返した方であったり、いろんなことを深いところまで学べる人ってのは、心に余裕が生まれ、あ、そういう考え方もあるよねという、まあ、優しさが生まれてくるんですよね。だから人っていうのは学びというものが大切だと私は思っているんですね。学ばなければ人って極端な思想に陥ると思っています。まあ、かなりね、深い話になってしまいましたが、書道をするということはそういうことでもあるんですよね。実はね、好みというものがあって、美しさっていうものは、まあ、その一つだと思ってしまうんだけど、いろんなタイプの美しさがあるということが分かります。まあ、このチャンネルをご覧になっていただいている方で書道をやっている方もいると思います。まあ、私はこの文字が好きで、この文字が嫌いっていうのも人の好みだと思うので、それ自体を否定することはありません。ただしそれは学ぶ上では非常にもったいないです。ご自身の中ではとても美しくないと思っているクラシカルな古典や他の書道家さんの字も書いてみてください。そうすると美しさに気づいてみたり、造形の深さに気づいたりするんですよね。美意識というものは、その人くくり、人時代のその個人の感覚でしかないんですよ。時代が変わったり人が変われば、その美すら変わってくるんですね。まあ、学びの一環として、好き嫌いせず、いろんな文字を吸収し学んでいくことというのも大切だと思います。
はい、話がね今日は変わってしまいましたが、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると私にとってはとても嬉しいです。まあ、今後とも週に2回ね、アップしていますので、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。